皆さんこんにちは、ジーナです。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。ふんわりバターオムレット、はい、こちらですね、イレギュラーでも昨日すでに発売されていた商品です。はい、中から出すとこんな感じです。中のクリームの色が鮮やかで綺麗ですね。はい、断面はこんな感じです。今ね、切ってびっくりしました。中のクリームね、かなりしっかりめの硬いクリームです。おいしい。さっき切った時クリーム硬かったんだけど、食べるとね、すごい滑らかで、ね、柔らかいです。で、すごいコクがあるんだけど、甘さもあってめちゃくちゃ食べやすいバタークリームです。で、生地は、ね、ふわふわ、そのね、食感の組み合わせもいいですよ。すごい濃厚なんだけど、全然くどくないのがいいですね。うん、滑らかなクリームとふわふわの生地、そしてね、口いっぱいに広がるバターの香りがね、美味しいですね。はい、こちらふんわりバターオムレット、風味も食感もとてもいいです。ぜひ試してみてください。はい、こちらもローソン、そしてこちらもバターのスイーツですね。サクサクバターパイサンド。はい、中から出すとこんな感じです。なんかね、パイ生地からすごい香ばしいいい香りがします。そして中にはこちらもバタークリームがたっぷり入っています。これどうやって食べようかな、絶対崩れるよな。うん、パイ生地サクサク、おいしい。パイ生地のね、香ばしさとちょっとね、甘さもあるんですよ。ポタポタ焼きみたいな、おせんべいのような香ばしさと砂糖の甘みのような、それどちらも感じます。で、中のクリームはね、さっきのオムレットと同じなのかな。やっぱりね、これもコクを感じるんだけど、きめが細やかで滑らかで、味もそんなくどくなくて、めちゃくちゃ食べやすいクリームです。このパイ生地のサクサク感とこのクリームの滑らかさ、これもまたね、組み合わせがいいですね。クリームが単調な食感だから、このサクサクのパイ生地がアクセントになってていいですね。ふんわりした生地と合わせるか、サクサクのパイ生地と合わせるか、お好みが分かれるところだと思いますね。ぜひ気になる方で試してみてください。はい、こちらもローソンです。今週ローソンはメロンパンフェアということで、メロンパンが3種類一気に登場ですよ。まずはこちら、牛乳仕込みの羽根付きメロンパン。ローソンのメロンパンはクッキー生地が少なくってふわふわしてるから、ちょっと私の好みに合わないなって、その前回ねお話ししたんですけど、まさかのクッキー生地多めの羽根付きメロンパンが来ました。はい、中から出すとこんな感じです。これね、羽根付きも気になるんだけど、めっちゃいい牛乳の香り。はい、断面はこんな感じです。このくっきりとわかるクッキー生地層がね、厚みがあって美味しそうですね。もうとにかくね、香りがすごい、もう牛乳の香りがね、プンプンしてます。今ね、うち中がこの牛乳の香りでね、充満してますよ。うん、表面パリパリ、中がふわもち、美味しい。ザクザクっていうかね、ちょっとね、もっちり感が全体にあるので、パリパリもちもち、すごい全体に弾力があって、もっちりしつつ表面がパリッとしていて中がふっくら、そういうメロンパンです。そして食べてもね、今口いっぱいにね、美味しいミルクの風味が広がってます。羽のとこだけ、うん、あ、一番端のとこはね、もうまさにクッキーのようにサクサクしてます。クッキー生地がいい意味で軽さも出しているような、そういうね、食べやすいメロンパンですね。これもね、食感も風味もどちらもいいですね。ぜひ試してみてください。はい、メロンパンフェア2つ目、こちらはチョコチップメロンパン、ホイップ&チョコクリーム。はい、中から出すとこんな感じです。表面にはね、チョコチップがたっぷりですね。
はい、断面はこんな感じです。見てください、このクリームとろっとろ。もうメロンパンなんてこと忘れちゃうぐらいチョコの風味が濃厚ですね。で、風味も濃厚だし、このクリームのとろっとろ具合と、あとチョコチップがね、パキって割れるんですよ。そのね、食感からもね、濃厚さが伝わってきます。でもね、そのチョコに、まずこの生地がね、すごい甘い生地なんですよね。なんかね、カントリーマームみたいな、すごい甘いお菓子のような香りのする生地です。で、プラス中のホイップもコクがあってミルキーで、生地、チョコ、ホイップ、このね、組み合わせもいいですよ。チョコチップの食感がすごいアクセントになってて、それもまた美味しいです。あ、クリーム垂れてきちゃった。濃厚チョコとね、甘い生地の組み合わせがね、たまらんですね。ぜひこちらも試してみてください。はい、メロンパンフェア3つ目ですね。こちらはナチュラルローソンのロカボのメロンパンです。これ前にも一度出て私の動画でも紹介してるんですけど、さらにこれ美味しくリニューアルされたそうです。一般的なメロンパンに比べて糖質が 30% オフですね。はい、中から出すとこんな感じです。ちゃんとね、クッキー生地がしっかりかぶさってますよ。はい、断面はこんな感じです。普通に美味しいとまでは言えないけど、めちゃくちゃ努力してこれを作り上げたんだろうなっていうのがすごいわかる食感と風味です。生地からやっぱりね、ちょっと穀物っぽいロカボらしい風味がプーンとくるんですよ。ただふっくらさも弾力もあって、ちょっとねしっとりめなんですよね。で、表面のクッキー生地もクッキーの甘い香りと若干サクサク感、そこがねちゃんと出てます。もちろん普通のメロンパンに比べて表面のサクサク感も中のじわじわ感もね少ないんだけど、ちょっとねしっとり仕上げなんですよ。そこがなんかすごい食感をカバーしてくれてるような気がする。糖質はね、もともとのメロンパンは高いので 30% 落としたところで 23g あるんだけど、少しでも数値を落としてね、ダイエット中でもメロンパン食べたいなっていう方にはね、これいいと思いますよ。はい、メロンパンフェア結構ね、個性的な3つ揃いましたけど、ロカボもねちゃんと美味しいです。ぜひこちら気になる方は試してみてください。はい、ではファミリーマート行きましょう。生コッペパンシリーズの新作がまた来ました。今回はいちごジャム&マーガリン。はい、最近ずっと出続けてる生コッペパンシリーズですけど、今回のはね、口どけ生地なんでブリオッシュの、ふわっととろける生地ですね。はい、中から出すとこんな感じです。そしてこれを開くと、はい、中からいちごジャム&マーガリンたっぷり入ってますね。はい、断面はこんな感じです。さっき中見た時も思ったけど、中クリームたっぷりですよ。で、いちごジャムのいちごの風味がすごい濃くって、果肉がゴロゴロ入ったいちごジャムあるじゃないですか。あんな感じの風味、もちろん果肉のプチプチ感はないけど、もうそれをなんかねイメージさせるような濃厚な風味ですね。で、それと同じぐらいたっぷりマーガリンも入ってるんだけど、塩気がそんなに強くないから、このいちごの酸味をね邪魔しない、結構ねこのいちごとマーガリンのバランスもすごくいいですよ。で、この軽いブリオッシュ生地なんで、本当にね中のクリームをしっかり味わうにはね最高の組み合わせですね。何よりブリオッシュがふわふわでめちゃくちゃ食べやすい。はい、生コッペパンシリーズいちごジャムマーガリンにもね合いますね。ぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートです。もちっと食感の完熟バナナパン。はい、中から出すとこんな感じ。すっごいバナナのいい香り。はい、断面はこんな感じです。中にはバナナクリーム、そして表面にねこのもちっとしたクッキー生地がかぶさっています。超バナナ。そしてやっぱりこの表面の生地がね、やっぱなんかチュイニーな感じのもっちり感、なんかバナナの生ジュース、あの味ですね。もう本当にバナナとミルクって感じ。そのクリームのね、そのゆるっとボテッとした感じの食感と、この生地のねチューニーな感じがすごい合ってます。バナナのスイーツあんまり自分から好んで食べないんですけどね、食べると美味しいですよね。もうバナナの風味がストレートに味わえますよ。バナナ好きの方ぜひこちら試してみてください。
なセブンイレブン行きましょう。いちご&カスタードデニッシュ。そう、なんかね、今週いちごがすごく多いですね。やっぱ3月はね、桜とかいちごとかこういう赤ピンク系のスイーツがね、増えますね。はい、中から出すとこんな感じです。デニッシュ、カスタード、いちごジャムの組み合わせですね。これが4個入っています。はい、断面はこんな感じです。あ、こうしてみるとね、分かりやすいですね。中にちゃんとカスタードが入っています。おいしい。これこそめちゃくちゃ組み合わせがいい。デニッシュ、カスタード、いちごジャム、そして上にグレーズみたいなのがかかってるんだけど、それがなんか砂糖だけじゃなくてミルクも入ってるのかな。ちょっとそれがね、ミルキーで美味しいんですよ。その4つの組み合わせがね、めちゃくちゃいいバランスで、ね、届いてきます。さっきのあのファミマの生コッペパンはすごいいちごが前面に来るような感じだったけど、こっちはすごくあのいろんな味のバランスを感じるデニッシュパンです。これもそんな小さすぎもせず、いいサイズで4個入りなんでね、お得感も感じますね。はい、毎回外れのないセブンプレミアムの地味パッケージシリーズ、今回のいちご&カスタードもね、美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後こちらもセブンイレブンです。もちもちチョコブレッド。はい、中から出すとこんな感じです。チョコシートが練り込んで、さらにチョコチップも入ってるっぽいですね。はい、断面はこんな感じです。今ね、切った感触は想像以上に柔らかかったです。ふわもちしっとり、おいしい。しっとりもちもちまでは予想してたんですけど、こんなにふわふわだと思わなかった。めちゃくちゃ柔らかい。生地自体はいわゆる白パンなんですけどね、白パンってあんまりそのふわふわしてるイメージないじゃないですか。すごいふわふわ、もうこの布団で寝たいって感じなのに、しっとりもちもちなんですよ。そして噛めば噛むほど中からチョコレートがね、溢れ出していて、この生地の食感とチョコレートの風味がね、めちゃくちゃ相性がいいです。もう本当に不思議、こんなにしっとりもちもちなのにふわふわで柔らかい、気持ちのいい食感です。はい、ふわもちしっとりのチョコレートパンですね。チョコの風味もいいんですが、私がおすすめしたいのはやっぱりこの食感です。ぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週もおいしく始まりました。今回のおすすめはですね、っていうか今回全部美味しかったですね。ほんとね、全体的にどれも美味しくって、おすすめ難しいんですけど、印象に残ったのはまずチョコレートのパン2つ。ローソンのあのメロンパン3つの中のチョコチップの入ったメロンパンと、あと一番最後に食べたセブンイレブンのもちもちのチョコレートパンですね。まずメロンパンの方は、メロンパン生地がもうまず甘くてお菓子のような味で、それだけでも美味しいのに、そこにもうふんだんにチョコレートが使われていて、さらに濃厚なクリームだけではなくチョコチップがたっぷり入ってたんですよね。その味もね、食感も良かったです。でセブンイレブンのもちもちチョコパンの方はね、もちもちさの中にふんわりさもあって、もうあのふわもちしっとり感がね、すごく心地よかったです。ふわもち系好きな人いらっしゃると思うんですけど、まあ、さらにプラスしっとりが大丈夫であればぜひ試してみてほしいですね。あとローソンのバタークリームの入ったスイーツ2つですね。私個人的にはね、オムレットの方がおすすめです。なぜかっていうと、中のクリームがね、思ったほど濃厚じゃなかったんですよね。まあ、これはいい意味でも悪い意味でも、私はもっと濃厚なのが好きなんだけど、だからあのパイ生地の方は完全に生地に負けちゃってる感じがしたんですよね。だからあれがね、もっと濃厚なクリームだったら、私は食感的にもパイ生地の方がね、好きです。あのクリームだったらオムレットの方が合うかなという、そういう意味でのおすすめなので、まあ、ちょっとどちらもね、あの性格がちょっと違う感じなので、気になる方で試してみてください。はい、というわけでまず前編お送りいたしました。後編もね、まだラインナップ残ってますね。ファミリーマートがね、またね、ブラックサンダー出してくるんですよね。今回はタルトですって。引っ張りますね、ブラックサンダー。でもね、これまでのも美味しかったから、今回のタルトも期待したいと思います。その他も楽しいラインナップ残ってますので、ぜひ後編もお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。